お客様が求めている結果以上のプラスアルファを提供するための一つのプロセスとして AI を活用するっていうのが大事で、うん、いやその話すごい勇気をもらいますよ。あと一つ気づいたことでいくと、うん、AI をゴリゴリ活用するやつとやいらん しないやつがいて、うんうん、あのするやつはどん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 こう業務レベルとか生産性上がってるの目に見えてるんだけど、うんうん、そうしていない理由の人たちっていうのは多分まだ、うん、なんだろうな、うん、アーリーアダプターじゃなかったりっていう手なこう答えになっちゃうんですけど、そうだね、別に彼らのせいでもなく、うん、まあ、この AI 時代に多分置いていかれるぞっていう人も意見もある人もいる中、うん、もうちょっとそういう人たちがなんかこうこういう風な使い方したらいいよっていうこうなんだろう、こう強制じゃないけども、うん、そういう作ったら面白いよみたいな環境っていうのも用意するっていうのも一つで、あの正直自分がやっぱ経験しないと そういう提案もできないし、この1年は本当に自分が利用しないと、うん、うん、使ってないやつにこう使ってみろよって言える立場にならねえかなっていう感じで、うんうん、そうそうそう、で使ってみたら自分はこういう使い方っていう、うんうんうん、あの感じで、あまりこう深く考えてなかったなっていう感じで、うん、まあ、改めてソシーと使い方の違いで、うん、あ、自分のことも気づかされたっていうことで、うん、ですと、うん、はいはいはい、うん、でそこのなんだろう、使い方をなんか深掘りするわけじゃないですけど、やっぱ自分が持ってないブレインとか自分の持ってない考え方っていうところにすごく付加価値を感じていて、でマーケティングで結構、まあ、どんなにこうどんどんデータ化されたりロジック化されてる業種っていうふうに思われがちですけども、うん、最終的にやっぱあのターゲットオーディエンスのなんかニーズとか、うん、ペインポイントとかいろんなものをこう、うん、把握すると、やっぱあの、うん、仕事の付加価値っていうか自分たちを求められる付加価値にの追求につながるかなと思ってると、うん、やっぱもう最終的に結果とかで見て、うん、でそれを改善するのに今言ったその、うん、マーケターとしての要する、うん、求められるそういう付加価値を提供しないといけない、うん、そうすると、はいはい、まあ代理店とかで言うとさ、こういうお客さんありますかとか、うん、こういう業種とかやったことありますかっていうなりがちなんだけど、はいはいはい、でそこで結構悩む、あのないからできた、うん、案件もらえなかったりとか受注できなかったっていう、うん、ある中、そういうレベルでこう判断されるっていう現実はあるものの、うん、まあ、実際案件もらった時に、うん、じゃあやりましょうって言ったら、あの同じ業種、同じソフトウェアやってる会社とか、同じ全くあのターゲットオーディエンスになってる会社でも、うん、絶対差別化されてるポイントがあるんですよね。うんうんうん、同じ、なんか、なんだろう、なんだろうな、全く同じソフト、会計ソフト売ってる会社さんでも、うん、結局なんかどっかでこう差別化ポイントになっていて、はい、その差別化ポイントの結果、はい、なんか買ってる人がちょっと違ったりとか、ペインポイントがちょっと違うから選ばれるとか、うんうんうん、そのレアでもやっぱ違うがあるので、じゃあ、うん、そういうペインポイントに対してマーケティングしたことあるんですかってなると、うんうんうん、多分ノーが多いんですよね、うんうんうん、そのレアになってくると同じ業種やってます、あのこの業種に特化したマーケティング代理店です、だけどあの業務レベルとか、その試作案レベルでこう持ってくると、だいぶ新しいことを要は新しいブレインとか、新しい結果を求められるんですよね。うんうんうん。でそのレイヤーで、例えば、あの、競合いる中、私たちの商品は、これだけ違いますと。うんうんうん、なんでかっていうと、あの、富裕層ですごいお金持ってるやつで、こういう、あの、年齢層で、でこういうとこに課題持ってる人なんですみたいなことを教えられると、うんうん、そっから新しいことを模索しないといけないじゃないですか、うんうん、はいはいはい、で仮にな自分がそういう層じゃない人だったりするじゃないですか、うんうん、でこれよく当たり前の話で、はい、うんうん、代理店さんと自分のチームの人たちも自分なんかお金持ってないんだけど、うん、自分この商材のターゲットオーディエンスお金持ちってなったら、うんうん、どうやったらお金持ちの感覚を覚えるのかって言ったら、お金持ち急に明日からなれないんですよね、はいはいうん、当然、うん、そう慣れたら誰も来るし、そうなので、その AI であの、うん、この商品をこういう商品のこういうブランドさんです、うん、あの、うんうん、富裕層でこういう、ね、あの性別でこういう年齢ですで、うん、日々こういう動きしかしてますと、まあ、教え込むわけですよ AI に、はい、ペルソナ作りをして、はい、でそこで、うん、あのこの人にあのこういう商材を売るにはあのうん、どういうマーケティングプランだったりカレンダーで
どういう訴求ポイントがあるのかとか、うん、でそれをバーって出した時に、うん、自分が考えてなかったものが出てきたりするわけですよね。はい、うん、でそれを提案とかそのクライアントとの話に持ってくると、うん、あーみたいなよくあるんですよ、うん、なるほどねみたいな話があって、うん、そこで自分たちが提供してる価値を感じられるわけですよ。うんうんうん、うん、でそれなおかつ PDCA で回した時のデータをかまして、前回これやったのに良くなかったよねっていう、うん、じゃあ私の次の仮説はこうこうこうって、はいはい、それでどうやってやったかっていうと、うん、裏側ではそういう自分が持っていない経験していたり、うん、ペルソナ作りをでターゲットオーディエンスを作ったパートナーにこう相談してたんですよね、うん、AI っていうパートナーに、はい、うん、そう、なるほど、うん、マーケティングカレンダーもやっぱそういうプラン作りとかそういうところでも、うん、やっぱ自分たちが思ってなかったそういう特殊なイベントが出てきたりするわけですよね。うんうん、例えばこの間なんかお客さんとのミーティングとかでさ、マーケティングカレンダー、うん、この来年に向けてみたいな話するんですけど、うん、はい、その時にありがちなイベントであるじゃないですか。もう毎年こういうイベントやってるんですよ、うん、バレンタインデー、母の日、父の日みたいな、うんうんうん、ブラックフライデーがあって、だけど AI になんかちょっとこうかまして、うん、こう解いてみたら、うんうん、はい、なんか何月にこうアースデーとかナショナルウォーキングデーとかあって、はいはいはい、このブランドさんはこういう商材やってるから、うん、ナショナルウォーキングデーにこのを提案したらなんか歩きとその商材がこう、うん、なんか訴求ポイントになっていいんじゃないですかみたいな。おお、ね、うんうん、俺そんな運動しないからさ、そういう日知らないし、うんうん、そうすると、この月にナショナルウォーキングデーがあるんですけどってこう言うと、あ、全然知りませんでした。それもっと知りたいですとか、サステナビリティなので、うん、アースデーとか、その地球の環境を意識する日みたいなのがあって、うん、そうすると、その商材を作るためのこうサステナビリティの意識っていうところを、うん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 、メールマーケットとかそのコミュニケーションの中で、うん、お客さんたちに共有したらいかがですかみたいな、それ俺すら考えられなかったことをやっぱこう考えてくれることで、はい、うん、でその中でも使えないものもありますよ。だけど自分その中で僕たちが、うん、あ、これだったらいいかもしれないっていうのをご提案に回すと、うん、ああなるほどみたいな、うん、なるんですよ。でそのブレインをなんか横にすぐ作れるっていうかさこれすごい価値だなっていう。そう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 。それってさ、ちなみに一回持ち帰るの、それともミーティングしながらミーティング中にそのブレインを呼び出すの？いい質問だね。リアルタイムですよ。ああ、インザミートのリアルタイムで怖い。それほんとすごいよね。だってさ、今クリスの話あったけど、歩くとかさ、走るとかさ、フットギア関係の自分の中の経験値が正直ないわけじゃないけど、うん、そんなに自信があるわけじゃないわけでしょ、うん、うん。だけど、相手はそれの商材を扱っている専門の会社さんで、で、自分たちはエージェンシーとしてその領域のマーケティング実績、クライアント実例みたいなところが仮になかったとしても、経験がなくてもそこまで話ができたら、実例、あるんですかって思われるぐらいの、そういうなんかお客さんの満足度を引き出せそうな、そういうポテンシャルしか感じないよね。うんうん、うん、だからやっぱエージェンシーに求めるのって彼らが知らないことを追求する、うん、要は知ってる、やったことあるから知ってるでしょっていうことだと思うんだけど、うん、実際はその 100% 経験できてるやつってそんな世の中にないし、うん、そうだね、うん、だけどそのない付加価値を、うん、探求心を強く持って開拓していくっていうところが、ね、代理店の中の差別化ポイントっていうか、うんうんうん、そのレイヤーがお客様が求めている結果以上のプラスアルファを提供するための一つのプロセスとして、うん、AI を活用するっていうのは大事で、そうだね、うん、そうなんですよ。いやその話すごい勇気をもらいますよ。うんうん、2つ、まあ、今話聞いてて思ったのは、1個僕ポッドキャストの制作代理店のお仕事やってますけど、まあ、ポッドキャスト の、うん、その興味を持ってるお客さんに対して、こういうその業界での制作事例はありますかって言われて、まあ、当然ない事例、うん、業界ばっかりなんですよ、うん、なんですけど、いや、うちの制作事例はないんですけども、でも
ここの施設こういうポッドキャストやってますよ、でそれってどういう目的で、うん、こういうことを狙ってやってると推察されます、だから御社もこの施設を似たような施設持ってるんで、うん、なんかそこのコンテンツ使いながらこういう施策とかこういう取り組みとセットで組み合わせしながらやったら面白いんじゃないでしょうかっていうふうに言うと、うん、めちゃくちゃ面白いですねそれってなって、うんうん、その瞬間にもううちの会社がその政策事例がないってことどうでもよくなってるんですよ、そうまさに、うん、そうそう、でそこにお客さんの付加価値を感じてもらえるのであればってことで、今自社の中でそのポッドキャストのその情報データベースみたいなものを充実させて、でそれに対してクエリをかければなんか自分たちが商談をしながらその商談中にあこのお客さんこの辺の番組多分きっと興味あるんだろうなっていうところでパッとクエリかけてパッと情報出してあこういうのあるんだってところ手元で調査しながらなんか話ができるような、うん、そういう仕組みを営業プロセスに実装していこうかなってことを考えてるんですよ。で、まあ、その仕組みはまあ、全然考えないとは誰でも作れるんですけど、結局、そういうことを考えるっていう思考プロセスを持てる人か、うん。持つことに対して主体性を持てるかどうか。うん。要は、経験がないっていうところでストップするのか、経験がなくても、なんか一緒に考えようとする姿勢を持てるのかどうか。で、後者であれば、もう情報の知りたいことを AI に問いかけさえすれば、さっきのクリスがアースで知りませんでしたっていうところから、それを商談中に知れるっていう状態になれるんですよ。なぜかって言ったら、自分の経験がないからっていうところで思考を止めてないからだと思うんですよ。うん。うん。AI を活用において、僕結構そのマインドセットを、すでに AI 以前の時代から持ってる人なのか、それとも AI があってもなお今、自分の経験以上のことはやらないとか、自分の経験以上のことはリスクがあるから手を出さないとか、そういうスタンスの状態でいると、AI のポテンシャルって、なんか、ね、宝の持ち腐れになるんじゃないかなっていうのを今、クリスの、うん、そのフットギア関係の話の事例から聞いて、これまた一つ、自分の中で整理がついて。じゃあ、どういう声掛けをすれば、こっちの要求を自分にとって大切な文脈だとして受け止めてもらえるかどうか、そういうところを生成 AI と相談するっていうのはマーケティングもマネジメントも共通してるなっていうふうに思うんですよ。